信号待ちコーヒー店長のアロンです。今日の名言はこちら。圧力がなければダイヤモンドは生まれない。トーマス・カーライルさん。ダイヤモンドだね。イギリスの思想家と、まあ、歴史家ですね。あの有名な作品だと、英雄なんちゃ忘れちゃったなあと過去と現在という本を出してます。代表作だと、はい、何が言いたいかというと、ダイヤモンドというのは数百万キロメートルのとこでしか取れないんですよ。でしかも温度は1000度から2000度ぐらいないとこうできないんですよ、ダイヤモンドっていうのは。で、まあ、何が言いたいかというと、人に例えると人が輝く、まあ、ダイヤモンドみたいに輝くというのは、いろんな人の思いとかいろんな人のつながりとか、そういう熱い気持ちが集まって素敵な輝く人ができると思うんですよ、みたいなと思ってるんですよね君がダイヤモンドになりたいというのであれば、まあ、いろんな人のこの熱い思いをこう、まあ、いろんな思いがこうねまあ固まってダイヤモンドになるということでだと思うんですよ。はい、コーヒー入れてんの？コーヒーは今日5杯で新規1人、はい、来ました。はい、あ、新規2人です。すごいじゃん。はい、そんな感じです。そうなんですよ。5杯じゃ潰れっかな。あ、潰れますんでちょっとそうなんですよね。ちょっとドヤ顔してすいません計算したら20杯は1日売らないとダメなんですよね。そう、はい頑張ります。チャンネル登録よろしくお願いします。